はい、皆さんこんにちは、ヌノペンです。ドラえもんのび太の牧場物語やっていきますよ。さあ、前回これがドラえもんからもらったドラえもんかがしでございます。かわいいですね。これね、あげるよって言われた時思わずいらないって言っちゃったんですけどね。今ではお気に入りでございます。で、今からサンゴを探しに行きましょう。ランチくんが欲しがってる。で、このサンゴとドラえもんの秘密道具を、交換するっていう話なんだよね。よし、やっていきましょう。サンゴっていうから海岸にあるんじゃないかなって思うんだけどね。どうかな。まずは貝手に入った。はい、ひよっ貝この辺にないかな。これまさかでね、まさかこんなあっけなく見つかるもんなのか。そんなまさかね。はい、サンゴ拾ったやったー。こんなあっけなくイベントアイテムを手に入れたぞ。はい、サンゴ、これをランチ君に持っていこう。ランチ君はどこにいる。シーゼンタウンの西、了解。じゃあ急ぎましょう。ああ、ちょうどいた、ちょうどいたいた。ランチ、オスオス。やあ。やあ、のび太、休んでるの。いや、君に用があってね。はい、これ。はい、サンゴだよ。違う。水槽だ、これ。間違えた。これじゃないです。はい、サンゴ。あ、サンゴ持ってきてくれたんだね。もらっていいかな。もちろん。ありがとう。じゃあ、サコーズを持ってくるよ。準備できた？今から渡してくるよ。ちょっと待って、僕も行く。で、ティアルちゃんに自分が育てた作物とこのサンゴを届けに行くのね。わ、ランチ来てくれたの。こんにちは、ティアルちゃん。あれ、みんなも来てたんだ。もう用事があってね。もしかしてプレゼント。そうなんだ。どうぞ。ティラルちゃんがこの間牧場を手伝ってくれた俺、よかったらどうぞ。もう皮が赤くなってるよ、ランチ君。いちごだ。いいな。まあ嬉しい。これもしかしてランチが作った作物。そんなものしか用意してないんだけど。うんうん、一番嬉しいわ。わあ、嬉しそうだね、ティラルちゃん。え、ヒューヒュー。え、僕がサンゴを持ってきた意味は。ありがとう。え、サンゴ、あ、もしかしてこのサンゴのび太が取ったの。ありがとう。おいランチ、腕泡。そうだったね。はい。ごめんね、おばあちゃんからもらった大切な腕輪なのに。ありがとう。やったー、ありがとう。よし、これで一つ揃ったね。よーし、早速渡しに行こうぜ。早速行こう。ありがとう、のび太。ありがとうね。もう二人ともお似合いなんだから。よし、じゃあちょっと使ってみようかな。まあ、ちょっとのび太くん。えい、火のせい。どうなる。あれ、何も出ない。おい、壊れてんじゃねえのか。大丈夫だな。でもとりあえずビーナさんに持っていきましょう。そうだね。いやー、これもしかしてハズレなんじゃないかな。こんな早い段階で秘密道具が揃うわけがない。おい、皆さん。あら、どうしたの。ほら、秘密道具持ってきたぜ。ありがとう。本当ありがとう。これです。どうしたの。どうしたのね。君たちこれをどこで。どこってどこだって言ったっけ。確か大豆のそばで拾ったって言ってなかった。そう。よし、これで元の時代に戻るのに一歩近づいたね。やれ、何バカなこと言ってるのよ。こんな普通の腕輪じゃ力にならないわよ。何言ってるって。ショック。何をバカなこと言ってるのって。女神が言うセリフじゃない。ってどういうことだって。これはほら、私の腕にもほら。同じのがある。精霊ぶたし腕は。違うってば、これは普通の腕は。だけどそんな、こんなにそっくりなのに。あれねえ、どうして皆さんも同じ腕輪を持ってるの。それはそんな変なこと。だからね、だってこれ裏に大樹の絵が描いてある。特別に作られたやつなんじゃないかな。本当だ。なんでだ。実はこれは
私の夫が私と子供のために作った腕輪なのよ。夫がいたんですか？既婚者だったビーナさん。子供？なになに？夫だって？ちょっと昔の話になるけれど、私はもともと別の場所にいて、ある理由でこの町に来たの。そこで町で一人の男の人と出会って、そのうち恋に落ちて結婚したのよ。それからしばらくして子供も生まれたの。へー、そうだったんだ。じゃあ普通の人なんじゃないの、ビーナさん。でも80年前、この町には大きな問題があった。それは歴史上最大の大凶作。私の子供や夫、その家族も食料が足りず困っていたの。そこで私は女神の力で大樹をこの地に植えた。それでどうなったんですか？ええ、大凶作は解消したわ。私は大凶作の地に木を植えたことで女神様と呼ばれるようになった。あ、普通の人なのかな。でもそのうち嵐が来た。しかも町が一つ吹き飛ぶほどの。そんな。大樹のおかげで町が嵐に飲み込まれることはなかったけど、大樹の周辺の時空が歪み、この時代に。そんな。その後私たちに会ったんですね。そういうことか。なるほど。そう、過去に息子と夫を置いてきてしまった。二人に会わないとかわいそうだな、ビーナさん。そっか、ビーナさんが過去に戻りたいのにはそんな理由があったんだね。ええ、そのためには早く力を集めないと。そうだわ。君たちの力なのに、私自分のために使おうとしていた。ごめんね。黙っていてごめんなさい。なんだよ、そんなこと。そんなことって、私は自分が戻りたいからってみんなを巻き込んで。それより、でも俺たちのことも元の時代に戻してくれるんだろ。ええ、それはもちろん、あなたたちも戻れるようにするわ。なあ、それじゃあ何の問題もないじゃないか。なあ、スネオ。ああ、ジャイアン映画版だ。優しい。そうだね。うん、そうだね。よし、みんな、ビーナさんのためにもビーナさんの子供のためにも、改めて精霊呼び出し腕輪を探そう。絶対に見つけましょうね。ありがとう。そうとだったら、まずその腕輪を返さないと。あ、そうだね。ランチ君の大切な腕輪だから。そうだよ、大切なものだって言ってたし。うん、そうだ、行こう。ねえ、それ誰が持ってたの？町にいるランチっていう男の子さ。はーい、早く行こう。置いてくよ、ナミタくん。うん。ビーナさんはランチくんのこと知ってるの？はは、まさかね。はい、ごめん、ランチくん。お返しします。ごめんね。というわけで、これは違う腕輪だったんだ。ごめんね。うん、いいんだ。それより、本物を探さないといけないんだろ。そうなんだよ。花を探し直すだぜ。そうだ。じゃあ、僕も手伝うよ。いいの？ランチくん優しいね。僕だけ、願いを叶えてもらっちゃったからね。ありがとう。ありがとう、ランチ。それじゃあ。じゃあ、見つかったらまた報告してよね。任せて。お願いね、ランチさん。みんなもあんまり無理しすぎちゃダメだよ。でも早く見つけないと。よーし、みんなで力を合わせたらきっと見つかるよ。やれやれ。なくしたのはドラえもんなのに、骨変わっちゃったら黙ってろ。でもまあ、一緒に探してやるよ。ジャイアン。よーし、みんな頑張ろうぜ。やばい、ジャイアン映画版だ。めちゃめちゃ優しいの、ジャイアン。おう、じゃあまずは、そうね、じゃあ株を10個ぐらい欲しいな。はい、あとは、これ虫網買いましょう。よし、で、じゃがいももそうだな。じゃあ5個ぐらい。はい、で、マーガレットもじゃあ5個ぐらい買っときましょうか。よし、で、虫網、イベント、はいはいはい、剣、虫取り名人の剣、おい、伸びた。剣。見てたぜ、虫網買ったろ。これでたくさん虫を捕まえるぞ。よし、よっしゃ、俺様が教えてやるよ。ふふん。
虫取りの極意さ。虫取りといえば俺、俺といえば虫取りさ。行くぞ。ほら、ついてこいよ。あー、待ってよ、ケン。ついて行って教えてもらう。まあ、ね、まあ、教えてくれるって言うからね。じゃあ、ここはカットします。あー、虫いた、いた、えい、よっと、ナイス。はい、北手派を捕まえた。ほうほうほう。で、初めて虫を捕まえた。うん、いいね。あー、で、ティラルちゃん。いや、ランチ君からプレゼントもらってよかったね。じゃあ、この北手派を、出荷箱に。はい。こん中入れちゃっていいのかな。まあまあ、まさかそのまんま入れてるとは思わないけど。あー、またいた。これも多分北手派だよね。はい、アゲハチョウか。75.2cm。めちゃめちゃでかい。でかい蝶やな。じゃあいろんなところに行って虫をどんどん捕まえていきましょうか。まあ楽しみだね。まずはキッコリの森行って、ベダヘンダさんはいないか。あー、いた。はい、よっと。これはケラを捕まえた。はいはいはい。んーで他は、あー、タケノコ、これもすかさずゲッツ。で、他にいるかな。あー、いた、なんかいた。よっと。はい、ミツバチを捕まえた。うんうん。で、このミツバチは売らないでそのまま取っておいた方がいいらしいです。うんうん。じゃあハチはそのまま売らないで取っておこう。おーい、ランチくん。おーい。あ、おーい、伸びた。あ、向こうが呼びかけるパターンか。何ランチ、どう、腕は見つかった。うん、それが全然。そうだ、それならいい考えがあるんだ。え、何実は、ヤーメイさんはよく町を見回りしているんだ。へえ、そうなの。あ、確かにそうだね。いろんなところ回ってるもんね。うん、だからもしかしたら拾ってるかもしれないね。行ってみない。もちろん行く。よしよし、行こう。あ、ヤーメイさん、ヤーメイさん、それでヤーメイさん、腕輪を見つけたりしませんでしたか。うむ、この腕輪から見つけてるんかい。すげえな、この人。もう秘密道具に縁ありだな。うん、それそうだ、精霊呼び出し腕輪だ。これは山に落ちていたぞ。これはそんなに大事なものなのか。うんうん、これで僕たちが元の場所に戻れるかもしれないんだ。これでどうやって。これはね、うん、その精霊腕呼び出し腕を腕輪を起こすって、なんとかのせいっていうと精霊が出てきて力を貸してくれるんだ。火の精って言ったら火を自由に操れる精霊が出てきたりね。何？これはそんなに危険なものが。ドラえもん、それ言っちゃダメだよ。でもこうやって使うわけじゃん。いやこんな危険なものを渡せるか。これは預かっておく。ヤーメイさん、あなたいくつ秘密道具持ってるんですか。ちょっとヤーメイさん、ああ大変なことになっちゃった。よし、うん、僕隙を見て取り返してみるよ。うん、大丈夫、気をつけてね。うんうん。でもどこにあるかだけでも分かってよかったね。うんうん、あとは返してもらうだけだ。まあそれはいい。まあそうかね。うん、前向きに考えればね。ランチ教えてくれてありがとう。うんうん、役に立てて何よりだよ。それじゃあ僕は帰るね。バイバイ。うん、バイ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 。よし、それじゃあドラえもん頼んだよ。うん、任せといて、しっかり盗んでくれよ。一日中ヤーメイさん、どうした。おい、お前何を取ろうとしてる。わあ、もう、見つかった。やれやれ、これは時間かかりそうだな。今日は帰るか。すげえ、そばはストレートに行こうとしたんだ。さあ、それではスミックさんにジョールを強化してもらおうか。はい、スミックさん、お店開いたよ。はい、もう急いで急いで急いでください。はい、話す。はい、お、よく来たな。ほら、何か作ってやろうか。はい、道具のアップグレード。じゃあ、はい、銅のじょうろ。はい、これ。うん、じゃあ銅のじょうろを作ります。はい、ほら、できたぞ。てってねー、銅のじょうろにグレープドアップした。うん、よっしゃ。よし、のび太、お前に教えることがある。え、なに。お前が今作ったのは今までより良い道具だ。そうだね。そんな良いものを普通に使うだけじゃもったいねえ。
どうするの？うん、使うときに A ボタンを長押ししてみろ。そうすることで力を貯められるんだ。え？貯めたらどうなるの？え？離したとき強い力で使うんだ。そうすることでいつもより早く作業が済んだりするぞ。すごいや。それはすごいや。もっといい道具を作ればもっと貯められるから作ってみてくれよ。よし。はーい。うん、これはいいことを聞いた。スミックさん、ちょっとお願いが。うん。お、いいところに牧場の先輩が来たじゃねえか。力の貯め方を詳しく教えてもらったらどうだ。え、力の貯め方？まあ教えてもらわなくてもいいけど、まあ念のため教えてもらおう。はい、ここはカットします。お願い。それじゃあ、さあ早速、じゃあどうぞジョウロを使ってみようか。はい、水尾くんだ。で、ドラえもんおはよう。じゃあこっち向きで一回やってみようか。A を長押しすると、やっ、ういほうほうほう。ちなみに消費体力は一緒か。でもね、2マス分やるってことは体力を2つ使うってことか。意味ない。意味ないじゃないですか。やはい、ああなるほど。たまに切らないうちに A を離すと一マス分ってことか。なるほど。はい、やこれどっちが効率いいのかな。なんかあんまり良さを感じないな、まだ。さあどんどん水をやっていきましょう。んおりゃ、うん、おりゃ。多分もっとグレードアップすればもっと効率よくなるんだろうね。今はまだ2マス分だけだけど、3マスとか4マスとかね。あー、水がなくなったのか。了解。あー、ケン、オス、おはよう。うん、あれからずっと虫取りやってるよ。さあそれではこの採掘場で取ったシダー植物の化石を、はい、出荷しましょうか。で、今のところ中はどんな感じかな。あ、ランチが星じゃない、ハート3つか。そうか、ランチとはそこまで打ち解けてるか。あとはまあ2つだな。まあこれでもいい方でしょう。よしよしよし、だいぶみんなと順調に仲良くなっていけてるみたいだね。よかった。はい、それでは今回はここで、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よっしゃ、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、さよなら。